よし。お、あったあった。懐かしい。これ僕が大学時代に、自分で立ち上げたサークルで作ってたファッションのフリーペーパーですね。当時こうやって、大阪だったんですけども、大阪のね、中崎町とかに行って、おしゃれな人に声かけさせてもらって、こんな感じでね、ストリートスナップを撮影して、それを雑誌にして配布するってことをね、やってました。よいしょ。はい、というわけでね、ちょっと懐かしいものを掘り出してきたんですけども、これですね、僕が大学時代に、ファッションサークルを立ち上げてね、作ってた、フリーペーパーです。これ作ったのですね、最初に作ったのが大学1年生の時にね、このボリューム1を創刊したんですけども、当時ね、パソコンも僕全然なんか、当時流行ってたダイナブックっていうね、東芝のやつで、17インチぐらいのね、めちゃめちゃでかいやつだったんですよ。まあ、持ち運ぶにはちょっと辛すぎる厚さと重さでね、それを頑張って学校まで持ち運んで、こういうね、紙面を作ってて、当時はですね、フォトショーが欲しかったんですけども、高かったんですよね。今と違って、サブスクリプションってのがなかったんで、買い切り5万みたいな感じだったんで、なんかね、フォトショーも使えなくてね、代わりにフリーソフトのジンプっていうなんかね、キツネのマークした、ソフトがあるんですけども、それを使ってね、こういう編集作業とかを行ってました。まあ、今見るとですね、結構クオリティも低いしね、まあ、全然だなって思ってちょっと恥ずかしいんですけども、まあ、すごいね、当時やってる時はすごいこれに本気でね、取り組んだし楽しかったし、結構ここからね、いろんな人とのつながりが生まれたりとか、なんかこう人に何か物発信するの楽しいなって思い始めて、多分それがね、今の仕事とかこの YouTube とかにも、まあ、繋がってると思ったらね、自分の中での人生の大きな転機がこのフリーペーパーサークルの創刊だったのかなってふうに思います。というわけで今回はですね、動画のタイトルにもあるように、まあ、新しい Apple 製品をいつ買うべきかっていうね、話をちょっとしようかなってふうに思います。今日お話しする内容はですね、まあ、あくまで僕の考えであって、多分ね、いろんな考えの方いるんですけども、僕はこう思ってるよっていうふうなね、まあ、そういう前提のもとで聞いてもらえるととても嬉しいです。やっぱ Apple のね、新製品の関心って世の中ですごい高くて、どっかで毎日新製品の噂情報とか、まあ、新製品に関するね、情報がアップされてると思うんですよね。でも最近はメーカーの方もですね、その噂をもとにケースとか周辺機器を作ったりとか、僕もですね、ちょうど先日iPhone 12のケースのレビューしてくださいってね、中華メーカーからレビュー依頼が来て、まだちょっと発売されてもないのにケースのレビューもなんもないなと思って、まあ、お断りしたんですけども、まあ、それぐらいね、Apple 新製品については世の中の関心がすごく高いです。で、視聴者の方からも、まあ、よくコメントでね、今 iPad 欲しいけども何月に新しいのが出るかもしれないんで待った方がいいですかとか、まあ、そういうね、コメント質問本当にたくさんいただくんですよ。で、これに関する僕のね、考えとしては、 Apple 製品は本当にもう欲しい時が買い時、もう欲しかったらその時に買った方がいいかなっていうふうにね、僕は思っています。今日はですね、僕がこういうふうに考えている理由をですね、僕のこれまでの経験とかも踏まえて、まあ、全部でね、3つほどお話したいなっていうふうに思います。これ本当にね、よく聞かれるトピックなので、今日ちょっとね、動画最後まで見ていただければなっていうふうに思います。それでは早速いってみましょう。どうぞ。はい、というわけで今回はですね、僕が Apple 製品は欲しい時が買い時だなっていうふうに思う理由をですね、3つほどお話したいなと思います。で、今回ですね、もう先に話す内容をお伝えしておくと、理由の1つ目が、そもそもできることってそんなに変わらないってことですね。2つ目が、今の機能に満足していないと欲しいとは思わないっていうね、まあ、そういう理由があるかなと思ってます。で、そして3つ目がですね、まあ、所詮ガジェットは道具に過ぎないっていうふうなことを思っています。今日ね、この3つをちょっと深掘りしてお話していこうと思います。はい、そしたらまず1つ目のですね、そんなにできること自体変わらないって点なんですけども、もちろんね、 iPad も iPhone も Mac も、まあ、年々ね、進化してきてはいるんですけども、その進化って階段状っていうよりもね、もうもはやなだらかな曲線を描いて進化してると思うんですよね。なので、まあ、3年前とかにこう振り返ってみると結構なね、差がついてるとは思うんですけども、一つ一つのモデルを見ていくと、実はね、そんなにできることとかに差がなかったりします。なんか古いモデルでは絶対できなくて、新しいモデルならではの機能とか、新しいモデルだからこそ可能になった表現とか、そのクリエイティブとか、そういうことって、まあ、ほとんどないかなと思ってるんですね。まあ、iPad で言うと、
その初代の Apple Pencil が iPad Pro で使えるようになりましたぐらいのところ以降はあんまりね、そんなに劇的なそのエポックメイキングの進化っていうのはないのかなというふうに思ってます。それ以降の変化っていうと、例えば、まあ、ロック認証が Face ID になったとか、画面がね全画面になってベゼルレスになったとか、まあ、最近だったらね、マジックキーボードに対応したとか、ライダーセンサーが乗ったとかね、いろいろそう新機能ってあるんですけども、それでもちろん便利にはなってるけど、何か古いモデルではできなかったことができるようになったかっていうと、僕はねそんなでもないなと思うんですね。だとしたら別にその新しいモデルをこういつ出るんだみたいなところ神経質にならずに、今販売してるものをですね、まあ、買う方がいいんじゃないかなっていうふうに僕はね思っています。かつですね、その発売されていない新モデルってなると、どんな機能かもそもそもあんまり確定情報がないわけなんですよね。なのでそれこそ本当に何が新しいことができるのか全くわからない状況なので、まあ、それを待つんだったら今販売してて自分がやりたいことができそうな iPad を買う方が僕はね全然いいかなというふうに思うし、なんか待って裏切られることもね全然あったりするので、まあ今買えるものを今買っちゃった方がまあいいんじゃないかなというふうにね僕は考えています。はい、そしたら2つ目なんですけども、2つ目はですね、そもそも今のガジェットとかデバイスの機能に満足してないと、まあ、欲しいとすら思わないと思うんですよね。まあ、iPhone でも iPad でも Mac でもなんか欲しいなと思って、でももうすぐ新モデル出るかもっていう、そういう順番だと思うんですよ。ということは欲しいなって思った理由が絶対今の iPad にあるわけなんですよね。その新しい iPad の噂がこう発表されてて、あ、この iPad だったら欲しいだったらわかるんですけども、今 iPad 欲しいなと思っててでも新モデル来そうっていうのは、なんか今の iPad で結構いいと思ってるから欲しくなったわけであって、まあ、それ以上のスペックアップってもちろん嬉しいは嬉しいんですけども、本来自分が欲しい用途ってその今の現モデルで十分満たしてると思うんですよね。まあ、満たしてない限りは欲しいとすら思わないと思うので、なので、まあ、そう考えたらですね、まあ、自分が欲しいと思ったのは多分今の iPad なので、今の iPad を買っても物足りなく思うことって、まあ、ほぼないと思うんですよね。まあ、そもそも自分が欲しいものは何なのか、欲しいモデルは何なのかって考えた時に、その新モデルが欲しいんじゃなくて今の iPad が欲しいんであれば、今の iPad を素直にね買ってもいいんじゃないかなというふうに僕はね思ってます。はい、そしたら3つ目、これがね僕一番大事で今回伝えたいなと思ってる話なんですけども、ガジェットってね所詮道具に過ぎないと僕は思ってるんですね。でこれ僕の経験をちょっとお話しさせていただくと、僕はですね2016年の、3月に発売された9.7 インチの iPad Pro っていうのがね昔あったんですね。でこれを僕2016年の12月ぐらいに買ったんですよ。結構発売されてから時間が経った後で購入したんですね。でなんで僕がこの 9.7 インチ iPad Pro を買ったかというと、僕当時ブログを書いたんですけども、ブログを iPad だけで書いてみたいなっていうふうに思ったんですね。でその後ですね2017年の6月に 10.5 インチ iPad Pro っていうのが発表発売されました。これはね結構当時画期的な iPad だったので、僕もねすぐに 9.7 インチを手放してね、まあ、10.5 インチ買ったわけなんですけども、まあ、普通に考えたらね僕 9.7 インチ半年しか使ってなくて、買って半年後にね新モデル出るっていう風な形でね、まあ多分失敗した買い物だなっていう風に思われる方も多いと思うんですよね。でも僕は全然そうは思ってなくて、なんでかっていうと 9.7 インチを買った理由がそもそも iPad でブログを書きたいっていう用途があったんですよ。で購入してからですね、その 10.5 インチが発売されるまでの半年の間もどうやったらね iPad でブログ書けるのかっていうのを結構自分なりに模索して、でその考えた結果というかね過程っていうのをブログに1本書いてまとめたんですよ。でそしたらですね、それが結構当時バズってですね、本当にもう何万 PV とかに行って、でそれを見た雑誌の出版社から声かかってね、雑誌 iPad 系の雑誌で結構いくつかね取材していただいたりとか、まあ、そこからね iPad をもっと使いこなそうとなって、まあ、今のねこの YouTube につながってたりとか、結構その半年 9.7 インチ iPad Pro でブログのね書き方をいろいろ模索した半年は自分にとって大きかったなと思うし、もしあの時に次のモデル待とうと思って待ってたら、多分そのブログの書き方を模索した半年間ってのはなかったと思うし、その出版社の目にも止まらなかったかもしれないしっていう風に、まあ、全部ね、まあ、もしもの話なんですけども、結果的に僕はその 9.7 インチ半年しか使ってなくて新しいものに買い替えちゃったんですけども、全然ね後悔はしていないんですね。でおそらく現行モデルを買うか最新モデル待つかってね悩んでる方って
多分こうコストパフォーマンスのいい買い物がしたいとか、買ってから後悔したくないみたいな、そういう思いがあるんじゃないかなってね、僕は思ってるんですね。で、その気持ち僕もわからなくはないし、全然共感はできるんですけども、果たして本当のコストって何かってのと、本当のパフォーマンスって何かってのを考えると、ちょっとね、僕は別の考え方を持っているんですね。新しい製品を買いたい時って、おそらく何かに新しく挑戦したい時だったりとか、新たに自分の生活をね、より便利にしたい時とか、何か今の生活とかライフスタイルに変化を起こしたい時だと思うんですよね。そんな時にやりたいことが自分の中にあるにもかかわらず、新製品を待ってそのやりたいことを後回しにしちゃうってのが、僕は一番もったいないことだなっていうふうに思ってるんですね。新しいことを始める時って結構勇気もいるし、なかなか自分のね、慣れないことをやるので時間も労力もかかるしってので、結構その新しいことを挑戦したいって情熱って脆くて消えやすい炎だと思うんですよね。で、その情熱の火ってのが一番燃え上がってる時に、しかるべきガジェットとかしかるべき端末を購入して、その情熱をね、すぐにこの作業に変えるとか、その情熱ですぐに何かものを作り始めるってのが、僕は一番コストに対してのパフォーマンスが高くなる買い物の仕方なんじゃないかなっていうふうに思ってます。ガジェットは所詮道具だって話をしたんですけども、本当に僕はその通りで、人がしたいこと、自分がしたいことを、実現してくれる道具がガジェットであって、ガジェットにね、自分を振り回されちゃいけないと思ってるんですよ。なので、iPad すごいとかね、Mac すごい、iPhone 便利だっていう風に、本当に思ってるんですけども、一番大事なのは、それを使う自分自身のそのクリエーションとか、モチベーションとかね、その思いの方が一番大事だと思ってて、その思いさえあれば逆に道具って多少どんなものでも使えると思うんですよね。自分とガジェット、この優先順位ってのを僕は間違えちゃいけないなっていう風に思ってて、大切なのは、iPad とかね、iPhone とかを買って何か新しいことに挑戦したいなって思う、その気持ちを一番大事にした方がいいなと思ってるので、その気持ちが一番熱くて燃え上がってる時に、ちゃんとそれをね、実現してくれる、手伝いをしてくれるガジェットを選ぶのが僕は一番いいのかなと思ってて、そういう考えがあるからこそ、Apple 製品は欲しい時が一番買い時ですっていう風に、動画ではね、いつもお伝えしています。はい、というわけで今日はですね、ちょっと熱い話をしちゃったんですけども、一応こうやってね、日々ガジェットの紹介をしている身としてはですね、そのガジェット、新しいガジェットの特徴とか魅力を紹介するのはもちろんなんですけども、そのガジェットを使って視聴者の方とかのこう毎日をね、より良くするってのも大切な役割の一つかなってね、勝手ながら思ってるので、こういうメッセージはね、すごく大事だなと思うし、僕の活動のテーマの一つでもあるので、ちょっとね、熱い思いで語らせていただきました。もちろんね、最新ガジェットを使えばクオリティってのは上がるかもしれないんですけども、僕の今までのね、人生振り返った時に、その人生の転機になったなって思うことって、クオリティじゃなくて、とにかく始めたことっていうね、それが大事だった気がするんですね。で、このフリーペーパーとかも、もちろんフォトショップがあればとかね、もっとスペックのいいパソコンがあればもっとかっこよくつけたはずなんですけども、多分かっこよく作ることじゃなくて、この時期にこれをちゃんと自分のね、モチベーション高い状態で作ったっていう事実の方が、僕は今にね、礎になってるんじゃないかなと思ってるので、ガジェットのね、新製品発売時期とかにはこう、踊らされすぎずですね、自分が実現したいものを実現する道具としてガジェットってのをこう購入したりとか使っていってほしいなっていうふうにね、そういうメッセージを今日はお伝えしたかったです。今日の動画もですね、少しでも面白かったなとかね、参考になったなって方は、動画の高評価、チャンネル登録、ベルマークの登録もしていただけるととても嬉しいです。それではまた次回の動画でお会いしましょう。最後までご視聴ありがとうございました。バイバイ。アップル製品のこのね、いつ新製品が出るんだ、出ないんだ、みたいな話にね、こう、なんだか左右されたくないって方はですね、僕も結構やってるんですけども、新しい製品を常に新品で発売日に買うっていうね、このループを繰り返すのが結構、現実的にはおすすめなのかなというふうに思ってます。もちろんね、最初は最新機種を新品で買うの高いんですけども、一回買っちゃえば、次に新しいモデルが発表された時に、それを売っちゃえば結構お金になるんですよ。かつ、中古ではそれが今一番新しい最新モデルの扱いになっているので、結構ね、値崩れも少なくて、リセールバリューが高いんですよね。なので僕はもう最新モデルを買って、それを使って、
で、かつそのもう一個新しいの出たら、新しいものを買って古いものを売るみたいな、もうその繰り返しにやってると、ある程度リセールバリューってね、その中古価格を高く保ちながら、新しいものを買い続けられるっていうね、ループに入れるので、結構ね、その発売時期みたいな、いつだろうみたいなところからは自由になれるんじゃないかなと思います。またね、iPhone 12も発売の噂があるんで、それも僕発売されたら購入して、今持ってるね、iPhone 11 Pro は、もう売却しようかなというふうに思ってます。今日はそんな感じの動画でした。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。